元町クレドは広島県広島市中区元町にある複合商業施設。正式名称は NTT クレド元町ビル。1989年まで日本電信電話中国支社があった敷地に1994年4月22日に開業した NTT 主体の再開発物件の一つである。そこ広島天津館ショッピングモールの 家政らが入居する商業棟とリーガロイヤルホテル広島が入居する宿泊棟で構成されている。商業棟は11階建ての建物で商業棟左側の1階から9階までがこを広島県新館10階が中国新聞文化センター11階型目的ホール NTT クレドホールになっている。クレドホールでは展覧会や コンサートなどのイベントが行われ、毎年確定申告の時期には、広島東、広島南、広島西、広島北税務所の広島合同申告会場に使用されている。宿泊棟に入居するリーガロイヤルホテル広島は、新広島ホテル時代より、広島の迎賓館的な役割を果たしているホテルである。地上35回150メートルで、完成当初は、 広島で最も高いビルだった。1階の広場は、元町クレードふれあい広場と呼ばれ、オーロラビジョンが設置され、ワールドカップや広島東洋カープスサンフレッチ広島の試合のパブリックビューイングなどの時は、大勢の人で盛り上がる。しかし近年では、こうしたパブリックビューイングの会場には、旧市民球場跡地が用いられることが多く、節電のためイベント開催時を除き消灯されている。 ことがほとんどである。また、この広場でもイベントが行われることがある。また、開店当初より、毎年クリスマスツリーが建てられ、広島のライトアップの名所になっている。機能面を含め建物のデザインが優れており、1994年、小環境デザイン賞、広島町づくりデザイン賞、有料消防防災システム消防庁長官賞を受賞。 グッドデザイン賞を入賞している。地下1階には、神谷庁車をアストラムライン県庁前駅への通路、広島県立総合体育館側につながる地下通路もある。商業棟右側のオープンスペースが専門店街、パセーラである。1階から6階までオープンスペースで、天幕が幾層にも重なった構造を採用している。7階以上はクローズスペースになっている。 10階は中国新聞文化センター。11階は NTT クレドホールの一部。羽のマークがシンボルとなっている。パセーラの各フロアには洗練されてさりげない生活のために、くつろいで形式ばらない生活のために、などのテーマが設けられており、レディスファッションや雑貨など個性的な店が多く集まる。地下1階の一部と7階8階がレストラン街になっており、 インド料理やイタリア料理など、外国の料理が味わえる。映画、ドッグポリス純白の絆では、連続爆弾事件の最初の爆発が起こる。都内防所のショッピングモールという設定で、CG なしの本物の爆破シーンの撮影で使用された。各フロアの詳細は公式サイト内フロアガイドを参照のこと。再開発前には、解体直前の、 NTT 元町ビルお使い1989年12月1日から5日まで NTT 元町博覧会が開かれ NTT の歩みや明治、大正、昭和の電話機や当時の最新型電話機の展示また江戸時代から明治時代の街並みも再現再開発ビル完成時に開封され送付されるタイムカプセル特産品特売寄せも行われたまた 1990年4月28日から11月18日まで建物解体後から建築開始までの空き時間を活用し NTT 元、町広場を設置72のイベントが開催され入場者は130万人を突破特に入場者が多かったイベントとして広島中国展広島歴史ロマン遊園国際モーターフェスティバル広島90が挙げられ 各10万人を超える入場者が来場した。1989年1月27日の中国新聞に NTT 元町ビル再開発計画商業旨の具体的な計画が掲載。全体で約3万7千平方メートルで、そのうち広島総合新館が約2万7千平方メートル。専門店が約1万平方メートル使うとした。同年7月には、 施設整備を行う NTT 中国武道産が設立。整備施設の一つとされた。1990年10月にはデザインが決定。同月23日より NTT 元、町広場に模型が展示された。デザインは広島城の天守閣をイメージし、大田川のデルタや広島県産業省霊館からもデザインイメージを取り入れた。施設内には店舗、 ホテルメッセなどを整備。当初予定では1990年中着工。1994年春、完成とした。総工費は約600億円を予定した。1990年12月12日には、自賃祭。1991年3月に着工された。1991年6月には、日本最大の機械式駐車場が整備されることが明らかになり。 地下2層に536台収容できる駐車場が予定された。1993年11月15日には施設名を NTT クレド、元町ビルを決定。開業日も商業棟は1994年4月22日、宿泊棟は同年4月25日と決まった。また、その日の時点で商業棟、パセーラのテナント契約の2割が残っていることが、 明らかにされ、料金を1割から3割下げて開業までに揃えると、した。ありがとうございます。